曲やるだけで、討論やるだけで筋肉がついちゃうという仕組みになってます。で、白胸腱結構長くやってる人ってすごい下半身がしっかりしてて、で、この間も言ったような効果圏で、いろんな、マーボとかやりますけど、安定が結構、ね、しないんですよね。ボンボン行き過ぎてみたりとか、するんですけど、新脚でこうしっかりとマーボを作って、常駐とかする経路とかっていうのが結構そのメインなので、自然的にこうちゃんとしっかりしたマーボを作れるようになってくると。で、鎮椎系っていうそのエネルギーを使うんですけど、沈む椎乱で鎮椎の、まあ、軽力と力の違いは、パワー化されたものが力で、フォース化されたものは軽力。要するになんかパワーの手前のエネルギーみたいな感じなんです。なので相手の中に入って力に変わるので、威力が貫通するみたいなイメージなんですけど、でこの鎮椎系っていうのは、あのちょっと言ったんですけど、体重計があって、体重計があって人がこうジャンプをすると、この、100キロ以上になるみたいな。でそれを新脚で出したいわけですよ。そうすると例えば60キロの人が、まあ言ったら200キロぐらいの体重に瞬間的になることができるという、そういう、まあ、仕組み的にはそういうことなんですね。でそれが鎮椎系なんですけど、簡単に言うとね、これちょっと実験やってみますね。こう押してみます。今堀さんこんな感じなんですよ。で今こんな感じです。で押せるようになったんです。でもこのまんまならばやっぱり当たるんですよ。ここでこの力そのまんまで押せるんです。だって押せるんです。鎮椎系の正体です。新脚すると自分の体の質量が増して相手を押せるようになるという、まあ、いいことです。